では、帝国になりましたので、本日の計算科学技術特論 A を始めたいと思います。今日は、古典分子通力学計算法の高速化維持として、名古屋大学の吉井先生に講義していただきます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介いただきました、名古屋大学の吉井です。今週と、来週ですねは古典 MD 分子通力学計算のその計算法計算を高速化するというふうな観点で、お話をさせていただきたいと思います。で、MD に分子通力学計算 MD 計算に、詳しい方ばかりではないという、ことと思いますので、MD のことをよくご存知の方にとっては若干ですね眠くなるような話もあるかと思いますけれども、そういった基本的な話も、踏まえた上で、高速化に、話を持っていきたいと思います。で、高速化を、まず今週は非並列ですねシングルのコアで動かした、場合の、高速化というのをまず、今日触れたいと思います。その上で、次週ですね並列計算を行った場合の高速化としてどういったものがあるかというようなことに話を展開していきたいと思います。関連しましてですねこれまでの講義で、渡辺先生のですね講義の中にかなり、MD を例にしたようなですね高速化の手法がありましたので、若干オーバーラップする内容もあるんですけれども、それは、そちらの方を主に参照していただくとかなり具体的かつレベルの高い話をしていただいてた、ので、私の方はですねオーバーラップするところは、軽く触れるにとどめて、それ以外のところというのを、中心に話をしたいと思います。で、内容としましては講義の内容としましてはまず、MD とはという、ところら辺で MD 計算の、流れですねどういう順番で計算を進めていくのかそして、計算を行うにあたってどのくらいの粒子をどのくらい、扱って周期境界条件は境界条件として、どういうものを使うのか周期境界条件ですけれども、そういった話相互作用、の話についてそして、実際に分子名称を流すときには分子モデル化しなきゃいけないですけれどもどういったモデルがありそのモデルに対してどのような運動方程式を解くのかといった話それから MD 計算の具体例ですねここら辺は眺めておいていただいたらなんかちょっと楽しくなるような動画なんかをお示ししたいと思います。そして、分子、MD 計算の歴史としましてこれまでのおおむね、50年、60年程度ある MD 計算の歴史について触れまして、で MD の現状ですね、どんなソフトが使われてといったような話、どんな計算がされているかといったようなことを触れたいと思います。それから、これが MD のイントロダクションとなりまして、その後、非並列ですね、シングルコアで流すような MD 計算の場合に、計算の、ホットスポットとなってくるような箇所について、どういった高速化ができるのかというようなことを、解説します。で、その、ホットスポットとなるところは主に粒子間相互作用になるんですけれども、短距離相互作用長距離相互作用あたりの、高速化について、手法の説明と、その高速化ですねについて、触れたいと思います。で最後のあたりにですね効率化のための方法ということで、MD 計算はうまいことですね自由度を減らすと、高速化ができるというのがありますのでその自由度の、減らし方として、高速動力学の話を、したいと思います。これは分子の、分子間距離の高速なんかの話になってきます。その他にもですね、これは自由度を減らすというよりは自由度を増やす方になりますけれども、オン・ザ・フライによる最適化これは皆さんがよく知っている言葉ですとカー・パリネロの方法ですね第一原理 MD なんかで行われているような考え方で計算量を減らすというようなのについて触れたいと思います。あと MD 計算のですねタイムステップを時間刻みを長くするうまく効率よく
できるだけ効率よく時間刻みを設定するというふうなことからマルチタイムステップの考え方を触れたいと思います。まあ、これに関連しまして時間発展演算子とかシンプレクティック数値解放の話を触れたいと思います。で、まあ最後に一番最後にですね、これはもうさらっと触れるだけになると思いますけれども、高速化のためのまあちょっとしたテクニックですね。まあ、おそらくご存知の方多いと思うんですけども、ちょっとしたテクニックで、まあ、ちょっと速くなるというような話を、最後に、触れたいと思います。では、まず、分子通り化計算とはということですけれども、まあ、分子通り化計算の、まあどういうものかというのをここであらわに、述べておきますと、多数の原子や分子が集まってできた分子集団系、例えば液体とか固体、ガラス、高分子、生体分子なんかのですね、の熱力学、構造、ダイナミクスをコンピューターを用いて研究する手法であると言えると思います。また K を構成しているすべての原子、分子の運動を運動方程式、古典ですと F イコール MA ですね、皆さんの高校で習った F イコール MA、これをまあ一応基礎にして、これだけではないんですけども、ここも発展系ありますけども、F イコール MA を基礎にして、これを数値的に解くことによって、直接それらの原子分子の軌跡ですね、軌跡を追跡していくというのが分子通り化シミュレーションと言えるでしょう。この原子分子の運動方程式を解くために、分子間に働く力が必要となります。この力をですね、十分いい精度で、かつ運動方程式の数値解も十分な精度で得られているとしたときに、この分子の軌跡がですね、実際の実在系の分子の軌跡と同等であるというふうにみなします。まあ、これは完全に正確に分子の軌跡を終えているという意味ではないです。例えばその天文計算でですね、その非常に高精度の星の軌跡を求めるというふうなものと比べると、MD の場合はですね、それよりはかなり精度は落ちますけれども、統計力学的にですね、見たときに分子の振る舞いというのが、統計的に見た場合に、正しい、ここからその軌跡から、熱力学関数あるいは統計力学関数で解析したときに正しい、物量が出せるという意味で、まあ、実在系と同等の軌跡を得ていると、そういう意味です。で、この得られた原子分子の軌跡を用いることによって熱力学と統計力学関数を求めるというふうなのが分子通り化計算というふうにまず言えるのではないでしょうか。次にですね、この MD 計算の流れになりますけれども、まあ、非常に基本的な話になってきますが、説明していきたいと思います。 MD 計算としまして左のフロー、を見てもらいながら、右ですね、右のフローを見てもらいながら、左の文章にまあその補足がちょっとありますので、まあフローを見ながらですね、話を聞いていただいたらいいと思いますけども、まずその MD 計算のですね、MD 計算の初期条件を設定します。これは何かと言いますと、初期の原子分子の配置と、その原子分子の持っている速度ですね、これを用意します。普通は例えば単原子分子の、液体とか気体とかですね、いうののシミュレーションしようと思えば、原子配置は、まあ、どうせ流体ですから、シミュレーションすれば乱れますので、適当になんか、単純立方でも免震立方でもいいですけども、粒子を置いておくと。で、初期速度も温度に、設定したい温度に、温度を中心としたマクセル・ボルツマン分布になるように初期速度を普通用意します。で、そのですね、粒子の初期配置を用いまして、まず力の計算を行います。分子間に働く力を計算します。この時にですね、限られた体積の中を粒子が運動するというような場合は、まあ、粒子がですね、その限られた体積、すなわちシミュレーションの基本セル、シミュレーションボックスとか基本セルとか言いますけども、その基本セルの中だけ運動するようにするわけです。で、通常よく用いられているのが周期境界条件ですね、を用いてます。周期境界条件については次のスライドでご説明します。
で、粒子間の相互作用もこの周期境界条件に基づいて、粒子対を、見たときにですね、その粒子対の距離が、一番短くなるような粒子間距離を用いて相互作用計算をすると。また、ですね、ある程度の距離よりも遠くなるとポテンシャルが働いていないと見なすポテンシャルカット、カットオフですねを行うというのが標準的な、計算の仕方が、分子間力の計算の仕方となります。で、この時にですね、分子間相互作用としまして LJ 相互作用、レナード・ジョーンズ相互作用ですね、分散力あるいは、分子間の、積力ですねなんかを表現するレナード・ジョーンズ相互作用、また、分子原子がですね電荷を持っていたクーロン相互作用をするわけですけども、このクーロン相互作用による、相互作用、計算、これはですね孤立が、MD 計算のまず、一番計算負荷の大きいところ、K のサイズが大きくなりますともう 99.9%、まあ、それ以上、この計算に時間を要してくるというようなことになってくるわけですけれども、この、LJ クーロン相互作用あたりを、高速化するというのが、この MD 計算の高速化の重要なポイントとなってきます。これについてはですね、クーロン相互作用ですと、通常エバルト法というのが、用いられてますけども、それが、パーティクルメッシュエバルト法あるいは、高速多重極展開法 FMM なんかを、使って高速化するというのが、高速化の流れとなってきます。まあ、最近では、この FMM ですねなんかが、使われるようになりつつあります。まあ、その他に分子間力としまして、分子間というかですね分子内の相互作用もあります。これは、分子ですと伸縮変革、トーションインプロパートーションといった分子内の、分子内の原子間の相互作用ですねが、あります。こういったのも、計算すると。で力の計算ができましたらその力を用いて運動方程式を数値積分するということになります。で、時刻 t での、位置と速度で今計算しました力から、t プラスデルタ t デルタ t 秒先の、位置速度を計算していくと。で位置がこの t プラスデルタ t の位置が求まりますとまた力が計算できますのでそれをどんどん繰り返すというふうなことで MD を進めていくということになります。でまあ、この時にこの運動方程式を数値積分しなければいけないので数値積分法としまして差分近似法あるいは、まあ、レスパ法とかですねいったような名前のものがあります。他にですねギアのプレディクターコレクター法なんかもよく用いられています。で、まあ、レスパ法と関係してですけども、時間発展演算子法というのも、よく用いられています。普通に F イコール MA を解いた場合は、粒子数とエネルギーと、体積が保存するようなアンサンブルになってくるわけですね。そういった条件での配置をどんどん分子メーションを発生していってくれます。もしですね実験条件なんかに合わせてですね温度一定あるいは圧力一定のシミュレーションを行うというふうなことを目指すとするならばやっぱりそれなりの、方法論を用いなきゃいけない。時間発展した上で K の温度が一定のアンサンブルを発生させてくれるすなわちカノニカルアンサンブルですね統計力学の言葉で言いますとあるいは圧力一定のアンサンブルを発生するあるいはこの両方を発生させるというふうなことになりますと運動方程式が少しモディファイされます。新たに温度や圧力を制御するための自由度が導入されてその自由度も込みで温度圧力を制御する方程式というのが運動方程式というのが、必要となります。まあ、その方法を与えるのが、ノセフーバーの方法とかノセポアンカレの方法あるいは温度一定だったら、まあ、そういったものですね、ノセの、方法の、まあ、シリーズですけれどもがあります。圧力一定ですと、等方的に体積を揺らがして圧力をコントロールするようなアンダーセンの方法あるいは、圧力テンソルを、コントロールするようなパリネロラーマン法といったものがよく知られています。で、まあ、この粒子を動かした時にも粒子が基本セルの外にはみ出したりするので周期境界条件を書きながら粒子を基本セルの中に戻すといったようなことをします。
またですね、この数値積分と関連してですけれども、粒子を動かしたときに分子の気化がですね、粒子の運動によって変わってしまう、変わってしまうというのは、例えば、水分子のですね、構造が、想定しているモデルの構造から、変化してしまうとかいったですね、その分子の気化がですね、保たれないというようなことが、運動方程式を解くだけですと起こります。で、その気化ですね、原子間の距離、例えば水ですと OH 間、酸素と水素原子間の距離、あるいは、水素と水素の原子間の距離もよく、固定しますけども、そういった、距離の固定をするために、シェイク法、あるいはシェイク法というような方法がよく用いられています。その距離の拘束と関連して、ちょっと速度の拘束なんかも生じてくるんですけども、その場合はラトル法というのがよく用いられています。あるいはこの圧力制御をしながらこの拘束をするための、ロール法というのも広く用いられています。で、こういったですね、数値積分を行うことによって粒子を新しい位置速度に、持っていくと、これで一応分子のステップとしては、動かすステップとしては一つ終わるわけですけども、これを繰り返すことによって、K をですね、平行化させなきゃいけません。一番最初に初期配置で用意した原子分子の並びというのはですね、人間の手によって置いたものですから、当然アーティファクトが入っています。例えば先ほど言いました液体の場合に最初に単純立方や免震立方に粒子を置くというふうなことをしますけども、その構造というのは当然アーティファクトが入っているわけですね。それを実際に動かして乱して平行化させるわけですから、その平行化というのが必要になってきますけれども、それを、MD 計算を何ステップも流して平行化を行うと、その平行化というのを、ができたかどうかというのをモニターしなきゃいけないわけですけども、通常はまず基本的な量である温度や、あるいはポテンシャルエネルギー、あるいはその実際に自分が興味のある物量ですねが平行化できているかどうかをチェックしなければいけません。これは必ずチェックして、平行化に至る途中の、計算結果というのを捨てるというふうなことを、しなきゃいけないわけですね。で、平行化できたかどうかということで、イエス、ノーということで、イエス、ノーだったらどんどん平行化するためにまた上に戻って、計算を繰り返すと、どんどん粒子を動かして平行状態に持っていくと。で、平行化できたとなりますとイエスということで、下の方に進みまして、奇跡あるいは物量を出力していくというふうなことを行います。奇跡はこれは位置とか速度ですね、これを実際にファイルにライトする。で、物量については、MD 計算の途中で、計算の必要上すで、に計算してしまっている量、例えば温度であるとか圧力であるとかエネルギーであるとかいったようなものは、もうそのまま、ファイルにライトしてしまうというようなことを行います。で、こうやってですね、統計をどんどん、貯めていくと、ステップを刻んでこういった情報をどんどん貯めていくというふうなことを、します。で、十分に、この統計を取って、で十分に、統計量が取れたかどうかというふうなことで、ノーだったらどん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 ステップを繰り返せばいいわけです。また一番最初の、ところに戻ってですね、分子間力の計算に戻ればいいわけですけども、 OK でしたらもう MD 終わっていいということですので、最後に引き続き行うですね、 MD 計算があれば、この MD 計算、次の計算のための、次の計算の、初期座標、初期速度となるような、ものですねを、出力して計算を終わります。最終座標、最終出力の出力とか、最終速度の出力とか言ってますけども、そういったものを出すというようなことになってきます。これが MD 計算の流れです。で、全般を今お話しましたけども、特にこれからの話はここの赤で示してあります LJ クーロン相互作用あたりの高速化をまず、念頭に、その他、関連する高速化について話をしていきましょう。で、その前に、取り扱う原子数と周期境界条件についてちょっと触れておきます。近年ですね、 MD 計算は、計算機 の発達にですね、その伴いまして、計算対象とする粒子数というのは、急激に増加しています。で、私事ですけれども、僕はそのこの分子動力学シミュレーションにかかったのは、今から19年ほど前なんですけれども、その頃の、シミュレーションというと、256原子でも十分許されてたというそういう、もんです。で、
僕 の, あの、その当時というか、まあ、今もあのお付き合いさせてもらっていただいてますけども、明大の岡崎先生が、から聞いた話ですと、岡崎先生が、学生だった1980年頃ですかは、あの64分子でやってたと。で、そのちょっと前の人はあの16分子でやってたというふうなことで、あ、16原子ですね、16原子のシミュレーションやってたとかですね、いうふうなことで、まあ、その程度からあのその程度のまあ時代を経てですね、今はですね、あの現在です と、長距離相互作用するあの生体分子系なんかも、それに入ってきますけども、長距離相互作用をするような系ですと、もうすでに億のシミュレーションというのが、なされてます。数千万から1億というシミュレーションもあります。短距離相互作用のものですと、もっとあのその数十倍数百倍の、規模の計算が、実際にプロダクションランとしてなされてます。実際もだからそういうあの系が扱えるようなあの時代に なっているわけですね。で、これはまあもちろんその対象系の、未体系のあの特徴が出てくる規模によるわけですね。あの流体の単純な物性ですと256でもそれなりに悪くないと思いますけども、さすがにその、ですね、ウイルスとかですね、細胞の細胞内環境なんていうののシミュレーションをしようと思いますと、やはり、あの1000万とかですね、1億とかいったような原子数が必要になってきます。で、セルの、まあ、一辺の長さなんですけれども、まあ、今計算のリソースが十分にありますので、あまりわざわざ小さいセルを用意する必要がないんですけれども、小さいという意味ではどのくらいまで小さくできるかというと、原子間の相関がなくなる距離、これよりは、セルの半分の長さが長くないといけないと。例えばですね、その液体の中の分子でも、1個隣の分子ぐらいだと1の相関がかなりきつく残ってきますね。2個3個ぐらいでもまだ液体ですと残ってきます。こういった距離の、こういった距離程度しかないようなシミュレーションボックスですと、なかなかその流体の性質はうまく扱えません。やはり原子5、6個、6個、7個向こうまで、入るようなシミュレーションボックスを用意しなければいけませんよというようなことが、この基本セルの一辺長さというところに書いてある文章の意味です。で、周期境界条件を用いるわけですけども、これの今一番大きな理由というのは、表面をなくすということですね。周期境界条件はいろんな分野の、シミュレーションで用いられていると思いますけども、表面、界面をですね、できるだけ、界面の影響を、入れたくない、シミュレーションの結果に、入れたくないというのが、モチベーションになりまして、周期境界条件を用いています。下に右下にですね、図がありまして、粒子が入ってます。で、ある粒子に矢印がついてますけども、この粒子が外に出たら K から1個粒子が減るんではなくて、あ、すみません、これ説明してませんでしたね。真ん中がシミュレーションで取り扱っている基本セルです。で、周りにはイメージセルと言いますけども、まあ、あの実際にこのセル、その周りのセルの中の粒子の自由度はないんですけれども、これは基本セルの中の粒子のコピーですね、を並べてあると、そういうものですね。で、粒子が飛び出すと反対側の壁から入ってくると、そういった構造になってます。これこうすることによって界面のない状態を作るわけですね。で、この基本セルですけども、通常は立方体です。ただ、まあ、場合によっては ある一方向だけ、長い系を取り扱いということですと、直方体になりますし、あるいは、平行六面体ですね、結晶なんかの場合ですと、固体結晶なんかの場合ですと、平行六面体にしないとシミュレーションができないといったことも多いです。あるいは、生体膜なんかも平行六面体のセルを用いて、応力テンソルの非対角を緩和させるというようなことをよく行います。で、この、ですね、基本セルなんですけれども、通常は立方体ですけど、3次元のものを用いますけれども、場合によっては、2次元系でですね、界面あるいは、平板間にですね、囲まれたようなですね、状態のシミュレーションを行ったりすることもあります。当然あの2次元があれば1次元もありまして、これはその最高とかですね、1次元方向に周期境界条件をかける、一元方向にのみかかるような場合ですね、あるいは棒状分子 DNA のですね、DNA の二重らせんを棒状に表して、その、
シミュレーションを行うというふうな、そういったものが、あります。まあ、この他にもですね、特殊なものです と、正二重面体対称性を持った、構造を反映させるように正二重面体の対称性を持った周期境界条件っていうんですか、正二重面体対称性の境界条件とかですね、いったもの、あるいは、八面体 の、 あの先っぽをですねカットしたような、あの先端八面体の、基本セルを用いたですねシミュレーションなんかも行われています。で、まあ、あのポテンシャル、次ポテンシャルカットですけども、粒子間相互作用はある程度の距離まで行きますとあまり相互作用しない、相互作用が急激に弱くなる場合があります。レナード・ジョーンズ相互作用も、その例で、短距離で減衰しますので、その減衰してそれ以遠のところ、そこ以降の粒子とは相互作用しません、計算をしませんよというのが、ポテンシャルカットですね。で、レナード・ジョーンズのみならず、静電相互作用、クーロン相互作用の場合によく用いられるエバルト法でも、エバルト法 の、 その実空間と波数空間、あの、計算を、2つに分けて計算するんですが、その実空間の方もカットオフを、行います。通常のカットオフは、LJ のレナード・ジョーンズ相互作用のパラメータシグマを用いますと3シグマ程度ですね。このくらいまで、カットオフを、伸ばしておきますと、MD 計算の精度を保てるというふうなことで、まあ、3シグマ程度までは、計算に入れるということです。次に、相互作用についてなんですけれども、相互作用、これが、まあ、MD では命になってきます。すみません、ちょっとなんか文字化けしている部分がありますね。分子間相互作用としまして、まず、通常は、圏の中の粒子のペアに対してポテンシャル関数を定義すると。だから2対6までしか普通は考えません。あの3対4対の場合もありますけども、普通は2対6で、ですので、このなんか裏っていうみたいな裏みたいな感じが出てますけど、ここはシグマですね。シグマを書きたかったんですけども、シグマが消えて裏になりました。すいません、ちょっとまあ化けてますけども、この、VRIJ ですね、この VRIJ というのが、2体間のポテンシャルで、その、IJ 間のペアですね、ペアを、K の中の全粒子質についてと、取りまして、それで、分子間相互作用としましょうということです。で、例えばその VRIJ の一例として、LJ 相互作用ですと、こんな関数ですね、こんな関数形を入れると、 R の12乗が反発力で R の6乗がまあ分散力に相当する、ポテンシャルになってきます。あるいは、静電相互作用ですとクロン相互作用ですと、この R 分の Q1、Q2 ですね、こういった形の、ポテンシャル関数になってきます。で、この他にですね、分子系ですと、分子内相互作用が必要になってくるわけですけれども、これは、その分子の下に絵がありますけれども、二原子間のこの、距離ですね、距離をある平行距離からの、ずれですね、 R-R0 って書いてますけども、この第1項、この項ですね、これが、このこういうあの、結合調の間の、まあ、伸縮ですね、伸縮を表すと、あるいは、3原子からなるこの結合のこの角度の、角度についてですね、はこのシータを持ちまして、こういうやはりこれも調和振動子型ですけども、ポテンシャル関数でこの変革ですね、角度の変革を表すと、あるいは、4つの原子の、結合が連なっているものですねの場合は、これはちょっとこういう図を見慣れない人は分かりにくいですけども、これ4つの原子が結合しているところを、結合の、順番、結合の順番 にまあ2番目と3番目を重ねて、示したものですけども、だからこういうイメージで1がこの黒、グレーの丸で、2がこの、グレーの小さい丸で、3がこの白丸の大きいもので、4がこのこういうふうに出てるここのこのグレーですね、1234となってますけども、この、4つの原子によって作られる、角度、この123の原子で作られる面と234の原子で作られる面のナス角ですけども、この角度、ファイの、
関数としてまあこんなふうに通常は与えます。このねじれ角ですね、このねじれ角、トーションこのトーションのポテンシャルというのも重要になってきます。このですね、ポテンシャル、これらのポテンシャルを使いまして、分子の、分子内運動を、表すというふうなことになってます。で、ですね、ここで MD 計算をやるときに、注意しておかなきゃいけないことを一つ述べておきますと、このですね、振動ですね、振動のポテンシャルというのがですね、伸縮振動ですね、あるいはここの変革振動ですけども、これらのポテンシャルをですね、手荒に解きます と、いろいろ不都合が起こります。このですね、伸縮とか変革振動というのはですね、例えばこの原子がですね、水素なんかが入ってきますと非常に速い運動となってきます。で、速い運動なので、MD 計算のですね、時間刻みを、本当は大きく取りたいんですけども、小さく取らなきゃいけなくなると。で、それが嫌なので、手荒にですね、大きなデルタ T で計算する。例えば、2フェムトセカンドで、水素の入っている系でも計算してしまうというようなことをやりますと、このですね、水素の運動 の、 ダイナミスクが正確に再現できません。計算はですね、数値積分法にもよるんですけれども、例えば速度ベル法なんか、後で示します、速度ベル法なんか使いますと、ハミルトニアンなんかですね、保存量なんかも保存してですね、計算うまくいっているように見えるんですけれども、ダイナミクスはもうめちゃくちゃになってます。例えばこの振動運動ですと、本来は、理想的にはそのサインカーブのような運動をするんですけども、プロットしてみると、なんかサインカーブのなんか点と点の間がすごく空いているような、ガタガタのサインカーブみたいになってしまうと。そうしますと、速度なんかもですね、マックスの速度ですね、その一番速度が速い点なんかを再現できなくなりますので、要するに速度の分布が、狭くなるんですね。そうしますと、速度の分布が狭いので、この原子の、温度がですね、このというか、このバネのについている原子の温度が低く出てしまうというようなことがあります。もしこういうことにもう真面目にきっちりやりたい人はですね、時間刻みを細かくすると、どんな影響が出ているのかなというふうなことを興味がある方はですね、このバネにつながっている軽い原子の速度をですね、一回プロットしてみたらいいと思います。あるいは温度をですね、プロットしてみたらいいと思いますけれども、かなり低めに出てしまいます。はい、ですね、で、あと分子モデルっていうのが、その MD 計算でどんなモデルがあるのかっていうふうなことを、説明したいと思います。まあ、なんか自分が取り扱いたい分子があったとしましょう。で、その分子がまず単原子分子ならば、例えばアルゴンとかキセノンとかキガスのようなもの、あるいはイオンですね、イオンもまあ単原子とか1個の原子なんで、単原子分子の場合ですと、これはまあ分子モデルとしてはもう質点でいいでしょうということになってきます。そうすると、そのシステムの座標を使って運動を表して、まあ、普通はニュートンの第二法則に従って数値積分、運動方程式を立てればよろしくて、よろしいと。で、まあ、その普通のデカルト座標で運動方程式を解けばいいということになります。しかしながら、多原子分子になってきますと、事情は複雑になってきまして、例えばその多原子分子の中にですね、中の自由度が固まっていると。分子の中のですね、フレキシビリティがないような、例えばここにはねじれ運動なしと書いてますけども、こういった、ねじれ運動がないような場合ですと、例えば水ですね、水とか、CO2 とかベンゼンもこれ、ねじれ運動なしにして記述できますけども、こういった分子ですとどういうふうに扱えばいいかというと、普通は、これらを合体回転子として扱うと、合体回転子モデルとして扱うと、要は内部の分子内振動とかですね、伸縮とかを消してあるわけですね。そうすると合体回転子なので、その分子の質量中心ですね、質量中心についてはニュートンの運動方程式、この分子の質量中心については運動方程式を普通に解けばいい、デカルト座標で解けばいいと、けども回転運動についてはそれでは扱えないので、オイラー角あるいは資源数なんかを使ってですね、
オイラーの方程式ですね、あの回転運動、合体の回転運動についての、方程式であるオイラーの方程式に基づいて、運動を追跡しなきゃいけないというふうになってきます。こういったですね、オイラー角なんか、あるいは四元数なんかを使って、まあ一般化座標をの形式で運動方程式を取り扱っていくというふうなことになってきます。まあ、とはいえ、これ、まあ、原子がつながってできているんですから、そんなですね、あの合体回転子なんかにせずに、バネで結合したようなモデルでいいじゃないかというふうなことで、フレキシブルモデルですね、分子内の自由度を残したフレキシブルモデルとして扱ってもいいです。この場合ですと各原子の位置座標が、変数になって、ただし、分子の中に、その分子内ポテンシャルですね、伸縮とか変革のポテンシャルを入れてフレキシブルモデルで表しましょうと、運動方程式はニュートンの運動方程式でいいですねということになってきます。当然ねじれ角がある場合も多くて、普通、まあ、皆さんがですね、分子系を扱うときは、そんな2原子とか3原子ということは、まあ、少ないと思いますので、ある程度大きくなってきますとねじれ角が出てきます。例えばアルカンですね、ここはブタンが書いてますけども、アルカンとかですね、あるいは生体分子、高分子なんかも全部この枠組みに入ってきますけども、そうなりますと、まあ、フレキシブルモデルで分子内の自由度を全部扱う、あのポテンシャル関数使ってねじれとかですね、あのトーションですね、使って扱うというものとが、一つの流れです。もう一つは、結合についてですね、結合についてだけ拘束しちゃいましょうと、この自由度消しちゃいましょうというような場合も多くて、その場合はその結合長を拘束しながらシミュレーションを行うと、この拘束はラグランジの未定常数法というのをまあ使いまして、行うことができて、容易に行うことができて、この場合はまあ拘束動力学というふうに名前が付けられてますけども、で、計算を行うと、まあ、少し後で汎用プログラムについて説明しますけども、多くの汎用プログラムはこれです。ブロマックスとかですね、ナムドとか ありますけども、それは、この高速動力学を使ってます。高速動力学と、を使ってて、で、まあ、もちろん分子内ポテンシャルを、かましたようなこの一番下のフレキシルモデルの枠組みも扱えるようになっていると、まあ、だからこの下の2つを両方使えるような形にしているというのが多いですね。で、一部のですね、人は、この合体回転子、オイラーの方程式を使って合体回転子を、用いながら、あとそのこういう下のやつのを混ぜて、この、2番目、3番目、4番目のハイブリッドのプログラムを作っている人もいます。この合体回転子のシミュレーションをしますと、時間刻みを大きくしてもいいんですね。ですので非常に高速な数値積分ができるという意味でメリットが大きいです。で、まあ、MD の、ですね、計算例としまして、次に表が上がってますけれども、まあ、ここに書いてあるような一つ一つ説明はちょっとできませんけれども、まあ、かなり幅広く行われています。大元は、MD 計算はですね、合体球の、シミュレーションから、まあ、始まったんですけども、そういった物理系の人の、まあ、液体なんかの理解のための、シミュレーションからスタートしています。これが、だんだんいろいろ広がっていきまして、まあ1950年代60年代ぐらいまではこの溶液系なんか、水ぐらいですね、あるいは水溶液系ぐらいまでがせいぜいでした。でそれからどんどん汎用性、1970年代後半になりますと、いろんな系にですね適用されていって、最近ですとこのタンパクなんかですね、非常に手広く分子メーションが行われています。あるいは、ですね、まあ、生体系ですけども生体膜とかですね、ウイルスはまあ最近まあ、我々のグループもやってるんですけど、ウイルスなんかも、やられるようになってます。まあ、その他にも、高分子であるとか、いった系もよく用いられています。さまざまな系で、分子シミュレーションが、展開されています。まあ少しですね、ちょっと息抜き程度に、まあ、動画をシミュレーションの動画を見ていただいて、まあ、こんなふうな計算が行われているのかなというふうなことを思っていただければと思います。まずですね、これは
あのオワンクラゲのでノーベル賞を取られたあの下村先生のですね研究対象である GFP です。あの緑色蛍光タンパク質 の, その発酵発 酵, だあの発酵部位ですねの、タンパクの、シミュレーションで、周りに映っているのはちょっと 見にくいかもしれませんけど、周りは、水の溶媒です、ね、があって真ん中にタンパクが置いてあると。でその中に、ちょっと隠れて見えないんですけども、発色段がありまして、ここで、まあ、あの光が出るんですけれども、このですね光が出る、仕組みっていうのがまあ、よく分かってなかったんですね。で、実際にはこの、すみません、もうそうそう終わっちまうな、もう一回出しておきますけども、この、発色団がですね発色団が、周りのこの樽状のですね樽状になってるんですけど、樽状のタンパク質によって守られることによって外のですね水分子から遮断されて、この樽状の、部分と発色団がですね、水素結合で安定化することによってその発光する状態が、安定化するというのが、まあ、分子メーションで、調べられています。すなわちこの、樽状の部分、周りの部分と真ん中の発色団の間 の, その水素結合ネットワークが安定化することによって初めて発光できるんであるというようなことが分子動力学シミュレーションから明らかにされました。他にですねまあ、ここら辺は分かりやすいので示しますと、これはちょっと水を表示してないんですけども、ミセルと呼ばれるものです。界面活性剤、石鹸ですね。石鹸の分子が水の中に分散しますと、疎水性の部分を内側に、浸水性の部分を外側にしてですね、球状に配合します。その球状に配合したミセルのですね中に、これはまあ、メタンなんですけども、油のモデルですね。そういう油が入っていきますと中にトラップされて、この状態でその洗浄すると。だから洗浄って 何かというと、この中に油汚れが入るということですね。でこれで、手を洗えばジャーッと排水口から流れ出ていくということです。でこれ油だからつまんないんですけども、油じゃなくて薬になればですね、ドラッグデリバリー、この薬を保持したまま体内を移動して、この薬が例えば非常に疎水的なものですと体の 中でですね溶けない、体内で溶けない、それを薬を運ぶといったようなことが、まあ、こういう見せる機能として持つんですけども、まあ、そういったですねドラッグデリバリーの、能力なんかをこれで見積もることができます。まあ、その他ちょっといろいろありますけれども、まあ時間のこともありますので、この辺にしておきたいと思います。で、MDK さんの、歴史なんですけれども、 MDK さん先ほども言いましたように60年ほど、歴史があります。まあ、60年と言いましても最初の方はモンテカルロなんですけれども、最初は、まあメトロポリスなんかの、モンテカルロによる5対9のシミュレーションが、行われています。で、ですね、それから分子系ですね、分子系になったのが1969年で、まあ初めて水がモンテカルロで行われたと。で、その後すぐに MD でラーマンストリンジャーによって水のシミュレーションが行われた。ここら辺がやっと分子系の、MD シミュレーションが行われたスタートポイントですね。で、その後、ですね、方法論が発達したのがこの80年代から、80年代ですね、70年代後半から80年代になります。この辺りにものすごく MD が発達しまして、その時にこの間にですね、例えばタンパク質のシミュレーションが初めて行われてます。マッキャモンとかですね、カープラスのグループがですね、初めてタンパクのシミュレーションを行ったと。これ1977年で、このシミュレーションが行われた後しばらく、タンパクのシミュレーション、タンパクどころかですね、関連するような多原子分子のシミュレーションがほとんど行われてない、大規模な分子のシミュレーションが行われてないんで、この研究というのはもう極めて特異的になんか早い時期に行われて、まあ、非常に大きなインパクトを与えたそうなんですけども、1970何年すでにタンパクのシミュレーションが始まってます。その後ですね、圧力制御の分子シミュレーションの方法なんかが、圧力一定、圧力テンソル一定の方法なんかが出てきたり、あるいは、
パースインテ経路積分による、量子、これはまあ古典系じゃないですけども、量子系のシミュレーションの、発展も大きな発展もありました。温度一定の方法は1984年に、野瀬先生によって作られ、まして、あるいは、カーパリネルの方法も、1985年ですか、この程度に方法論がすでに、出ています。で、次週ちょっと時間をかけて話そうと思ってます、高速多重極展開法は1987年、これはもうあの総合作用計算としてはあの大台のアルゴリズムで非常に速いあの長距離力の計算、空論力の計算ができるアルゴリズムなんですけども、これももう1987年ですから、もう25年ぐらい前ですかにはできてたということになります。で、AMD の現状について少し触れたんですけれども、 AMD 計算はですね、現在非常にあの精力的に行われるようになっております。それもその理由の一番大きな理由としましては、この汎用ポテンシャルですね、これの発展というのが、開発というのが非常に、大きいです。汎用のポテンシャルがないとですね、簡単に分子のモデルが組めません。で、この汎用のポテンシャルがあることによって、自分の扱いたい対象系ですね、分子を決めれば、その分子の官能、機原子団ですね、官能機を官能機に分けて、その官能機ごとの、分子間相互作用パラメーターですねを拾ってくればいいというふうに、なりますので、こういう汎用ポテンシャルセットが用意されているということが、分子メーション の、 あの発展に非常に大きく、寄与しています。今はですね、もうあの、まああのまあ、私がその興味を持っているからそう見えるのかもからかもしれませんけども、タンパク質とか、脂質のようなその生体分子ですね、生体分子の、ポテンシャルパラメータというのはあの非常に充実して、精度も良くなってきつつあります。で、知られているものとしましては、そこに下に表にありますけれども、ポテンシャル名としまして、アンバー、チャーム、OPLS、グロモスといったようなのが代表的なポテンシャルとして、知られています。この他にもまだあのたくさんありますけども、こういったのが、代表例 と、 し、と、 例と、言えるでしょう。1980年代の後半あたりから、開発が、進んでいます。で、こういったですね、汎用ポテンシャルとともに、もう一つ MD 計算が発展しているあの大きな、その推進力になっているのが汎用プログラムですね。MD 計算のプログラムをですね、一から作っていきますと、もちろんそのあのもう非常に長い時間がかかります。あるいはあの非常に、まあ、大変ですね、あのいろんな意味で大変です。で、もう汎用プログラムが作られててですね、商用として、あるいはフリーで、ご存知のように公開されてます。で、よく知られてるのはこれまた、まあ、先ほどのポテンシャルと一緒ですけども、名前がアンバー、チャーム、グロモスのところはグロマックスですね、ティンカーとかですね、あとナムリ、なんかがまず知られてます。で、ここ数年出てきたものとして、デズモンドというのがあります。これは、アメリカのですね、まあ株屋の大金持ちの、D.E. ショーというあのキングオブ何でしたっけ、ウォールストリートとかなんかあのいう、まああの呼ばれているような人らしいんですけれども、その非常にその大金持ちの、人がですね、あのその資材をですね投入して、作った、その汎用プログラムと、あとあの、汎用の MD プログラムと、その専用計算機ですね、 MD 専用計算機がありまして、非常に高速に、MD を実行できるというものがあります。それがあのデズモンドと呼ばれるもので、これはあの飛び抜けて、高速に計算が実行できると、あまり大きな計はできないんですけども、高速に MD が実行できるというので、あの最近非常に注目されています。その他に、明大の岡崎先生のところのグループで、開発しているモジュラスというのも、あります。はい。で、まあ、MD 計算としてはこういう汎用プログラムと汎用ポテンシャルを用いて、さまざまな系に適用できるようになってきましたので、なってきております。こういったですね、あの MD 計算 の、 あの、まあ、現状があるわけなんですけれども、では、そのですね、MD 計算を
実際に、高速でに実行するためには、どういった、ことを知っておかなきゃいけないのか、あるいは、プログラムに施していかなきゃいけないのかといったことについての、話を転じていきたいと思います。ここからですね、 MD の方法論の話とあと高速化の手法の話になってくるんですけども、まずはシングルコアでの高速化を考えます。で、ターゲットとしましては短距離相互作用について、短距離力ですねの計算について、ブックキーピング法とかですねセルインデックス法の話を少しします。で、長距離相互作用、長距離力の計算についてはエバルト法とあとパーティクルメッシュエバルト法 PME と書いてますけど、パーティクルメッシュエバルト法の話を、少し、します。 FMM については来週、ご紹介します。その後、高速動力学ですね、分子の気化を高速して、自由度を減らして、計算を早めましょうという話、あるいはマルチタイムステップ、オンザフライの利用ですね、それとあと計算の、高速化のための工夫について触れたいと思います。で、まず、短距離相互作用なんですけども、 LJ 相互作用あるいは、エバルト法、あとで示しますエバルト法の、実空間部分ですね、何かと言いますと短距離力になってます。短距離で、相互作用が、減衰するということで、長距離の、粒子まで、長距離離れた粒子までですね考慮する必要ないというときにどういう高速化ができるかという話なんですけれども、端的に言いますと、相互作用粒子を覚えておきましょうと、計算機の中で覚えておいて、で相互作用粒子、相互作用する粒子についてのみ相互作用計算する、遠くの方の粒子については最初から、その、なんすかね、計算の対象には、取り入れないというのがこのブックキーピング法です。右上の図を見ますと、注目する粒子が、真ん中にあるとしまし、真ん中にある粒子です、この矢印のこの粒子ですね、この粒子からのこの粒子に働く力を計算するんですけど、周りの粒子からの力ですね、カットオフの距離がこの円ですね、2個円あるうちの内側の円です。でこれよりも内側の粒子とだけ相互作用しましょうということです。まあ通常カットオフ3シグマ程度ですね。でこの粒子だけ、まず選んでくるという操作をしなきゃいけないんですけども、この粒子だけ相互作用しますので、この粒子だけ選んでくればいいわけなんですけれども、その、この粒子にちょっと、このマージ距離と書いてますけども、ちょっとだけですね、のりしろの部分をつけておいて、その、のりしろの部分の、粒子も、一緒についでに覚えておきます。このこういう粒子を選んでくる作業というのを何ステップかに1回やるんですね。まず最初に1ステップ目にやるわけですけども、でこのですね粒子対についてだけ、相互作用しますよということを、メモリに格納しておきます。リストを作るわけですね。で、リストを何ステップかに1回、更新するわけですけども、後のステップ、間のステップはですね、このリストの中の粒子とだけ、リストの中にある粒子とだけ相互作用するという、そういう計算方法です。もしですね流体じゃなくて固体でしたら、リストを最初に1回作ればもうそのままずっと更新する必要ないですね、粒子が拡散しませんので。で、拡散しますので、この余分な部分、マージ距離というのを設けて、カットオフの距離よりもちょっと多めに粒子を覚えておきましょうということです。でこれでどのくらい速くなるのかと言いますと、システムサイズ L がですね、LJ の、直径シグマの9倍ですと、600個ぐらいが、K に入ってきますよと、12倍ぐらいの K だったら、1500個、18倍だったら5000個ぐらい、K の中に粒子が入ってきますよと。そのうちこのリストの中に入ってくる粒子っていうのは、当然距離が決まってますので一定ですよと。でこの粒子についてだけ、力の、相互作用の計算すればいいわけですね。ということで N 分の N' を取りますと、この9シグマの場合でも 0.25 と、で18シグマになってきますと 0.03 ということで、30分の1ぐらいの、ターゲットしか、取り扱わなくていいということで、
計算量が随分減ってですね、これで高速化ができるというふうなことが分かっていただけると思います。で、まあ、普通はこれどうやって実装するかといいますと、まずあるステップですね、最初のステップに、流出位ですねを IJ で選んで、でこの IJ の距離が、まあ、設定距離よりも短ければその距離の、名前を覚えておきなさいよということでリストを作ります。でこのリストに基づいてこのリストが、まあ、K 個あるわけですね。1から K まで、ループ一流で回してそのリストの、間のリストの中に入っている粒子についてだけ操作しようとさせようと、計算しようというのが、この方法の、流れになります。で、まあ、こっちの上の部分ですね、上の部分は毎ステップやるのではなくて数ステップに1回、10ステップとかですね、まあ、状況によっては拡散しにくければ100ステップに1回とかいうふうなことで、計算量を減らすというわけです。もう一つ、今のですねリストもですね、ブックキーピングもですね、 K がでかくなりますと非常に演算量が多くなり大変です。その例えば1000万とかですね、1億入っている粒子について全部リストを作ると、ブックキーピングで、追計算をするというふうになりますと、1億ですと1億の2乗程度 の演算量になってしまいますので、それは、大変ですね。リスト作るのも大変し、大変なので、まあ、普通はそんなことはしなくて、次に示しますセルインデックス法というのを使って、その もっと効率よく、リスト帳簿を作っていきます。やはりですね、帳簿を作成するんですけれども、すいません、帳簿を作成、先ほどの、ブックキーピングですと帳簿を作成するんですけども、さっき見ましたように流出が多いと帳簿を作るだけで大変ということで、あらかじめ座標データをですね使って領域を区切っておきましょうということを行います。これはそのセルインデックスの時のですね、イメージ図、下がイメージ図になるんですけれども、これは一辺がですね、その、一辺の長さを4分の1に区切った図になります。でこの、一辺あ、ですね、今帳簿ブックキーピングをするための距離をRL としますと、それがこの黒丸ですね、注目する粒子が真ん中のポツです。でこの、RL がですね、一辺の、長さの、4分の1以下ですとこ の, セルインデックスというのが使えまして、この空間に区切ってですね、注目する粒子の両隣両上ですか、この周り自分を含めて、3次元ですと2次元ですと9個、3次元ですと27個のセル、このセルの中に入った粒子についてだけ、帳簿を作ろう、ブックキーピングをしようとするとっていうのがセルインデックスです。まあ、この絵ですとこの白の部分があんまりなくて、まあ、それほど効率よくないんじゃないかと思うかもしれませんけども、これがその非常に大きなですね、巨大なシステムになってきますと対象とする、ブックキーピングをするための粒子が、候補粒子が少ないので、計算がぐんと減らせると、こういったことを、行います。これが、セルインデックス法になります。はい、で、続きまして以上がですね、まあ、短距離相互作用 の高速化の、例です。で、次にですね、長距離相互作用についても、ちょっと見ていきたいと思います。まずはですね、長距離相互作用というのはどんなふうに計算しているのかというふうなことで、エバルト法とパーティクルメッシュエバルト法についてですね、概要をですね、お示ししたいと思います。長距離相互作用ですね、クーロン力 R 分の1で効いてくる力ですけども、これ、まず R 分の1直接計算するっていうのはどうなのかっていうふうなことなんですけども、まあ、これは計算簡単でいいですね。 R 分の1距離だけ計算すればいいのでいいんですけれども、まずこの R 分の1っていうポテンシャル関数形から分かりますように非常に長距離まで相互作用します。したがって、カットオフをしたいんですけども、カットオフできない、どこで切るのか、切れないんですね。距離が10倍になったところで相互作用10分の1にしかならないんですよね。LJ ですと距離10倍にしますと、R の6乗分の1の効果がありますので、10の6乗分の1に相互作用が減衰するんですけれども、LJ、クーロンはそうはいきません。減衰しませんのでカットオフができない。それを無理にカットオフしてしまいますと、ですね、もう計算が MD 計算が
成り立ちません。まともな計算にならないですね。ですので、カットオフしている MD 計算というのはちょっと、乱暴すぎる MD 計算になってしまいます。じゃあどうするのかということで、エヴァルド法を、用います。で、この後で示します。でこのエヴァルド法あるいはその波数空間、エヴァルド法は実空間波数空間って2つの基本に分けるんですけれども、波数空間の計算をさらに高速化したパーティクルメッシュエヴァルト法というのがあります。エヴァルト法自体はオーダー N の2乗のアルゴリズムなんですけども、パーティクルメッシュエヴァルト法というのは高速フリー変換を利用しますので、 N ログ N のオーダーの計算に減らすことができます。これは結構有力でかなり高速化できまして、実際にこのパーティクルメッシュエヴァルト法を使って数十万原子とかですね、そのぐらい原子系の計算は行われています。でさらに数百万、一千万を超えるような原子数になってきますと、このエヴァルト法、この PME 法でもですね、ちょっと苦しくなってきまして、というのも FFT がなかなか高速化できないので苦しくなってきまして、計算時間がかかりすぎるということで、高速多重極展開法ファストマルチポールメソッド FMM というのが、利用されています。これはオーダー N のアルゴリズムです。でエヴァルト法なんですけども、これもよく知られている方法でありますけども、簡単に復習をしておきたいと思います。エヴァルト法というのはですね、相互作用を、この、これざっくり見てもらいますと R 分の Q1、Q2 で通常のクーロン相互作用ですね。なんかサメーションとかってややこしいですけども、これはたくさんの周りのイメージセルについて和を取りますよというふうな意味です。これが元の静電相互作用、クーロン相互作用ですね。これをこの関数系 R 分の1っていう関数系の減衰が非常に遅いので、それを2つの部分に分けて2つの部分に分けて効率よく計算しましょうというのが基本的な発想です。でどうやって分けるかっていうと、ちょっともう数式的な話になってくるんで、直感的なイメージはこの説明では得にくいんですけれども、ざっくり申しますと、2つの部分をこの R 分の1を R 分の誤差関数と R 分の保護差関数ですね、この2つの関数を合わせると1になりますので、この2つの部分に分けるというようなことをやります。で実はこの保護差関数というのは減衰が早いんですね。でこの減衰の早い保護、この部分はカットオフできますので、減衰が早いのでカットオフで普通にやりましょうと。でこっちの部分ですね、こっちの部分を、これ減衰の遅い関数なんですけども、このクーロン相互作用の減衰が遅いというキャラクターを引きずってしまったこの部分はどうやって扱うかといいますと、このままこの関数系で評価することができないので、周期境界条件がかかっているので、粒子が周期的に並んでいる周期関数になっているわけですね。だからフーリエ変換をしましょうと、フーリエ変換したら、非常に取り扱いがいいですよというふうな、あらすじです。で欠陥になってしまうんですけれども、これが減衰の早い部分です。これはもう、実空間で、実空間すなわち普通の R の空間で距離が計算できる空間で取り扱ってしまいます。カットオフします。これはこれまで通りブックキーピングあるいはセルインデックス法で計算してしまいましょうということになります。一方フーリエ変換した、ものですねについては、そのままでは、そのままでもですね、そのままでもですね、フーリエ変換した後の関数ですね、関数ちょっと式変形をうまくやります と、こちらにありますような関数形に焼き直せてちょっとよく見ます と、サメーションがあります。粒子についてのサメーションですけども、これ粒子の数だけのサメーションですね。だからオーダー N の量の計算になっているということです。ここはですね、それが2つあると、それと、加えましてもう1つ、これはフーリエ変換してますので、波数についてですね、波数ベクトル G について、ここで G ですね、についてのサメーションがあります。この計算がですね、大体、重いんですね、この波数の部分が。でこのサメーションについてはちょっと並列の話になってしまいますけども、ループ分割して並列化すれば速くなりますねというふうなことです。でエヴァルト法は、この程度の、こういう方法なんですけども、ここら辺で並列化ができると、今日はちょっと並列化の話じゃないんで、あんまりこれには実は触れませんけども、こういうふうに2つに分けるのが、エヴァルト法の
あの基本的な考え方ですけども、この計算はもう今ではですねあまりこのままでは用いません。特にこの下のところですね、波数空間のところの計算は重いので、このままではやらないと。でどうするのかということですけども、パーティクルメッシュエバロ、先ほどの式はですね、少し、式の形を書き換えます と、ですね、この一番上の式ですねのように表せます。で、これ何が嬉しいのかと言いますと、この式よく見ます と、ですね、この、サメーションの G の後ですね、なんかここはもう G だけの関数、 G っていうのはあの波数ベクトルですけども、これはだから波数ベクトル、あの計算の最初ですね、 MD 計算始まる前、ステップを刻む前に一回計算しておけばいいと。だからここは、まああまり計算負荷には関係してこないですね。で後ろのところが座標が入っているんで、ここはまあ面倒くさいわけですけども、あの計算しなきゃいけないわけですけれども、こいつをですね、まあ、これとこれっていうのは複素協約の関係にありますんで、なんかこの部分のを SG と定義しますと、この SG のマイナス、S マイナス G というふうな感じに直せます。でこの S、S の G ですね、この部分をこのエクスポネンシャルの GRI とありますけども、ここをですねこの RI の、粒子の座標として見るんじゃなくて、これを、空間のグリッドに、焼き直してある、まあ、すなわち保管する、保管ですね、保管してやって、焼き直してやるっていうふうなことをやりますと嬉しいことが起こります。焼き直したものがこちらです。これ U というのが、3次元の、基本セルの中をグリッドに、区切ったと思ってください。グリッド上にの点で評価すると、そうすると、まあ、重み因子この SU ですね、 S のハットの U、 S のハット U が出てきますけども、この重み因子というのはこれは簡単に計算できます。 SG というのは、まあ、こういう形で表してしまっておくんですね。そうしますと、この元のポテンシャルというのは、この前の部分を HG というふうに書きますと、HG の、畳み込みの SU かける SU と、こんな、形に、書けます。で、まあ、ここら辺でですね、畳み込みなんかが出てきてますんで、フーリエ変換、高速フーリエ変換をこれもあのグリッド上で、評価してますんで、 FFT 高速フーリエ変換が使えるわけですね。で高速フーリエ変換を使うことによって、計算のオーダーを N ログ N まで落としてしまうというのが、この方法の、概要になってきます。で、この、ですのでポイントはこの最後の2行で、 SG の計算に補完を使ったと、で高視点で評価してしまうということですね。もう一つは、FFT を、用いるということで、元の式はあの FFT 用いてなかったわけですけども、 FFT を用いることによって計算の、オーダーを N ログ N にしてしまうということです。で、ですね、で、引き続きまして、さらにですね、計算の MD 計算の、高速化のために、効率化のための方法としまして、まあ、ここにある3つの方法を、まあ、ご説明したいと思います。で、まあ、最初に、この高速動力学というのがあるんですけれども、これちょっとまあ資料の方はですねかなりあの細かく用意してまいりますけれども、まあ、あまり、込み入った話をしてもですね、あの眠くなってしまうと思いますので、概要を、触れていきたいと思います。簡単に言いますとですね、先ほどから申しますように分子内の、距離ですね、原子間の距離、原子間の距離を、固めてしまう、そのバネでピョンピョンとこうピヨピヨ、揺らがすんじゃなくて、固めてしまう、そのことによって MD の時間刻みを長くしてやろうというのが、ポイントです。で対象となるのはですんで、合体的な分子ですね、合体分子ですか、距離が拘束されている分子ですね。で、まあ、オイラー方程式と合法括弧1の合体回転式としてオイラー方程式で解く方法もあるんですけれども、拘束条件付きの運動方程式で解きましょう括弧2っていうのがこれから話す、話になります。で、この原子間の距離を拘束するっていうのはですね、物理の言葉で言うと、そういうなんか座標を用いた高速というのは、まあ、ホロノミックな高速というふうな言い方がありますけども、今から扱うのはこういう座標からなる、
関数イコール0っていうふうな形が、形の拘束に対しての一般論です。で、今はこれ一番簡単な例で2個の原子の、距離が、まあ、これ1次元ですね、x しかないです。距離がの2乗、距離ですねの2乗がある設定距離の2乗と一緒ですよと、引いて0ですよと、こういう、拘束条件を、満たさせるというものです。これはまあ一番簡単な例ですね。で、この条件を満たしながら、満たすような運動方程式を、立てましょうというのが狙いで、まあ、あのもう結果になってしまいますけども、拘束条件さっきと同じですね。ちょっとまあ添え字の G とか書いててややこしいですけども、さっきと一緒です。距離の2乗がある距離のある距離になってますよと、 RIJ、 RI 引く RJ がある距離になってますよという拘束条件がありまして、この条件を満たしながら、分子を運動させると。で、詳細省きますけども、あの、まあ、ラグランジアンをですね、あの力学の言葉で言うとラグランジアンを用意して、それに対してこの拘束条件を満たしつつ、満たすような、運動方程式を導いていくというようなことをやります。で、まあ、あの手順をですね、順番にその解析力学の手順を踏んでいきますと、何のこっちゃなくてですね、最終的にはあの この右下の式です。これよく見ますと、まあ、見慣れた式で、MR2 ドットというのはこれあの M と加速度ですね。 R2 ドットはあの時間微分で加速度です。で、 F というのはこれはポテンシャル関数から来た力です。ポテンシャルから来た力です。ですんで、この、MR2 ドットイコール F だけやったら、あの普通のニュートンの、運動方程式ですね、これに拘束力が入ってきますよと。拘束力っていうのが入ってきて、この拘束力を、加えた形で粒子を時間発展すればいいというふうな形になってきます。で、この拘束力の部分ですね、このサメーションウンダラカンタラの部分を求めましょうというのが拘束動力学になってきます。で、あらすじを言いますと、まあ、簡単に言いますとですね、粒子を、時刻 t, の時刻 t までの、粒子座標の情報を使って時刻 t プラスデルタ t の新しい時刻の座標を求めるんですけれども、この時間発展をするときにまずですね、拘束力なしで時間発展させてしまいます。時間発展させてしまう、拘束力なしで時間発展させてしまって、その時にですね、あとどれだけ拘束力が働いたら正しい拘束条件を満たす位置に行くかということを逆算する、動かした後で逆算するというのがこの拘束動力学の基本的な考え方です。動かした後で、そもそもどんだけ拘束力働いてたらよかったのかなというのを後で考えるわけですね。まあ、式はあのまた、ご興味があれば追っていただくとしまして、最終的にですね、その拘束力っていうのを動かした後で、求めるということになります。で、あ、すみません、ここですね。それはどういうことを言っているかと言いますと、ですね、拘束力からの変異というのを、ですね、このスライドの、あ、ごめんなさい、ここだな、上の式です。これが、まあ、あの拘束条件だったわけですけども、拘束条件のところにですね、ポテンシャルで動いた、ポテンシャルによって動いた位置座標を RI ダッシュで、拘束力から動いたのをデルタ RI と表します。で、 J についても同じと、で I の部分引く J の部分とありまして、こういう2つに分けてしまうんですね。で、この、拘束力からの、寄与っていうのを、後で求めましょうと、動かした後で求めましょうというふうなことです。じゃあこの RI、デルタ RI か、デルタ RI とかデルタ RJ っていうのはいくらになるのかなっていうふうなことを、この拘束条件の式ですね、この、拘束条件の式を解くことによって求めると。で、デルタ RI とかですね、デルタ RJ っていうのは、この真ん中のあたりにある式ですけども、この式から、与えられまして、ここでは実は、
パラメーターはこのラムダだけです。ラムダだけです。このラムダっていうのが、この上のですねデルタ RI とかデルタ RJ の中に入ってくると。だからこれラムダの二次方程式になるんですね。この方程式自体がラムダの二次方程式、ラムダの二次方程式を解けば、高速力が求まりますよというふうな形になってます。でこの二次方程式を効率よく、解いてやるというのがあのシェイク法です。シェイク法というのは、まあ、いろんなあの MD の汎用ソフトに、用いられてますけども、まあ、こういった形で、高速力を求めるという形になってます。二次方程式、二次方程式と言うんですね。で、まあ、あのそれをまとめたのがこの次のスライドの上の方なんですけども、ラムダの代わりにちょっと変数変化してあのガンマとしますけど、これ、まあ、先ほどのラムダと一緒です。ラムダに対する二次方程式を解くと、高速が1個だったら二次方程式1個だけなんですけれども、高速が複数ありますと連立二次方程式になります。でそれを、効率よく解くためにですね、これ、二次の項をあの捨ててですね、二次の項を、除いた上で、線形化して、連立一次方程式にして、アイタレーションをすることによって解くというようなことを行っているのが、シェイク法になります。で、このシェイク法ですね、こういうふうなことをやって、原子の自由度をですね固めてしまって、MD 計算を高速化してます。デルタ T が、これで長く取れるわけですね。先ほど、バネの場合ですと 0.5 フェムトセカンドがせいぜいかなというふうなことを言いましたけども、これをすることによって、4倍の2フェムトでも計算が流れるようになります。まあ、4倍の高速化がこれで実現できるというわけです。で今はあの距離についての高速の話をしましたけども、距離高速をですね、先の G と書いた距離高速の式、あれを時間で微分しますと速度についてですね、この R ドット速度についての高速も、高速条件も出てきます。この速度の高速条件を満たすためのアルゴリズムに、ラトルというものがあります。まあ、あの時間の都合もありますので、下の部分はあの端折らせていただきますけれども、基本的にはシェイクと同じ、全く同じ考え方で、動かしてしまった後で都合よく高速条件を満たすための、そのパラメータを、探してやるというようなことをしています。ロールとか、まあ、この書いてますけど、これはあのかなり込み入った話なので、これは圧力制御をするときに、行うあの高速動力学の手法で、まあ、かなり、圧力を制御しながらあのこの高速動力学を行うのは、かなり面倒になってきますけれども、あの、まあ、その面倒な話の、概要を説明してたのがあのこのスライドですけれども、ちょっと今は、この部分は省かせていただきたいと思います。はい。で、ですね、あとこの他にもですね、あの MD 計算を行っておりますと、あの収束計算を行うことがよくあるんですね。例えばですね、まあ、あの古典系ではないんですけども、第一原理計算なんかを行ってますと、電子状態をですね、あの原子配置に対して原子核の配置に対して電子状態を計算すると、その電子状態っていうのは原子核の配置に対して、まあ、あの MO 計算をやってその電子状態を決定していくというのが、まあ基本的な考え方だと思うんですけども、その時にその最適化をして、電子状態を収束させるというようなことをせずに、電子状態についてもですね、動的に揺らがしてやると、揺らがせながらその収束計算をさせずに動的に揺らがせながら時間発展させると、電子状態も時間発展させる、運動方程式に乗っけて時間発展させるというようなやり方があります。これはその、電子状態の収束計算をやらないという意味で、非常に大きな高速化になっているわけですね。この発想、この考え方というのは、他さまざまなですね、同様の、電子状態じゃない同様の、もの、例えば分極とかですね、あるいは、電荷の揺らぎなんかに対して適用されています。そういったですね、本来、収束させてある値に収束させるものを収束させずに、揺らがせつつ、MD 計算を行うというのがこのオンザフライの、方法ですね。
とあの時間もなくなってきたので、時間を、質疑応答の時間を取らないといけないだけ残してしまいましたけども、入ってるかな このスライドあたりでちょっと終わりに今日は終わりにさせてもらって、もらおうと思います。これだけちょっと、説明してしまいますね。まあ今その考えている、モデルです。モデルとしまして、下の例は分極モデルを考えています。分極モデルというのはあの原子の上にあの、ダイポールモーメントが乗っかっているようなモデルですね。でそのダイポールモーメントは、電盤に従って分極する、すなわち、まあ、分極率が乗っかってて その分極率の乗っかっている点に電盤が働くとダイポールモーメントが生成されると、誘起されると、そういうモデルです。ですので、電波一番下の式見ていただきますと、電波がかかると分極率が α としてあって、ダイポールモーメント μ が生成すると、この μ によって電波が周りに発生すると、そういう、モデルですね。だから電波で μ ができて μ によってまた電波ができるんで、この繰り返し計算をあの収束するまでやるのが正しいやり方なんですけども、この収束をやめてですね、μ 自体を動的変数にしてしまうと、μ 自体に動的変数にしてしまうと、まあ μ が作るポテンシャルエネルギーというのはこの U ポルトありますけども、電波によるものと、あと、μ の自体による、分極ですね、分極によるエネルギーと、この2つの項からなってまして、この2つの項からなる U ポルを含む、ポテンシャルエネルギーを、U としますと、この U と、あと粒子の運動エネルギーですね、それとあとこのμ自体の持っている、運動エネルギー、 μ という自由度の仮想的な運動エネルギーを与えてあって、これでラグランジャンを用意すると。でこの L に対して、オイラーの、あ、すみません、ラグランジの、運動方程式を解きますと、 μ に対する運動方程式ができるんですね。これによって μ の、収束計算を、本当はやらなきゃいけないんですけど もう収束計算やらずに、時間発展させてしまうというような方法も提案されていて、これもかなりの高速化を、可能にしています。すいません、あの用意したのが最後までいかなかったんですけれども、ちょっと続きは来週にさせてください。はい、あの今日はこれ以上にしたいと思います。はい、